あなた、街で会ったな。よろしくね。気安く話しかけないで、しっぽ頭。しっぽ?私が何をしたというのだ。ひげー!またか。今度は何だ。カエルがほんの一刻の間に三度目か。自尊心が許さないのではなかったのか。ま、力を使わずに嫌がらせしようとした結果じゃないのか。子供だからな、こういう表し方をするのも無理はない。ずいぶんあの子には甘いのだな。そうか。こいつ戦ってる時以外は本当にポンコツなんだな。